さあ、ということで、前回でですね、第0話の J メールの既読率を 100% にすることができましたので、今回は、この第1話のコクリさん入る前に、こちらの隙間録、見ていこうかなと思います。2つあるんだよね、第0話のやつ。なので、メイクとの道中、こちらから行きましょうか。ここでね、何かワードが手に入ったりもするかもしれないですからね。あとはシンプルにタイミング的にこの時に見た方が良さそうっていうのもあるので、僕らは林の言う証拠を見せてもらうためにファミレスを出てどこかへ向かっていた。そろそろどこへ向かってるのか教えてくれませんか。ついてくればわかるわ。全く同じ返答をこれで3回聞いた。先輩、彼女は我々をたばかろうとしているんではないですか。小暮さんが耳打ちしてくる。僕も同じことを考え始めていた。僕たちの操作を翻弄して時間を稼ごうとしてるんでしょうか。聞こえる距離ではないと思っていたが、彼女が突然立ち止まりこちらを向いた。彼女の話を聞きたい。すぐには意味がわからなかった。彼女って服部エリさん。林田は少しだけ困った顔をして答えた。川原美雪、密室から話してあげる。相変わらず表情が乏しく意図が読めなかったが、情報は何であり欲しかった。小暮さんも同意しうなずいた。ぜひ行かせてください。再び歩き始めた彼女は表情を変えずに話し出した。彼女の好きなものはウサギ。キーホルダーとか携帯のスラップとか全部そればっかり。ウサギさん好きなんだ。え？嫌いなものはホラー映画。主役の仕事も持ち上がっていたらしいけど、出演するのダメそうよ。怖いんですって。変な話よね。そんなプロフィールなのではなく、もっと重要そうな話が出てくるものだと構えていたんだが、表紙抜けしまった。そうだな、確かに。あれ、でも心霊特番に出たって言ってませんでした。そう、あれだけよ。それまで無感情だった彼女の顔は少し曇ったような気がした。しかしそれも小暮さんの無太い声に打ち消された。そんな程度の情報はとっくの昔に知ってるであります。さすがガチマン。小暮さんは彼女の表情の変化には気がつかなかったようだ。いつも操作で使用してる手帳とは色の違う手帳を開きながら真剣な顔つきで答えていた。ミクさん専用の手帳なんだろうな。ファンクラブ会員ならば当然であります。その程度ならばインターネットで調べられるであります。僕は知らなかったけれど、小暮さんは調べたのか。そう、じゃあ彼女の年齢が発表されているものより1歳若いって言ったら信じる。どういうことだろう。サバを読んで若い年齢を言うならわかるが。ん？本当でありますか。デビューの時にね、大人に見られたかったからって。あと深夜番組とか年齢制限もあるでしょう。小暮さんが手帳に書き留めていく。その手帳は操作情報を記したものではなさそうだ。それにしても川原美雪のことを語る彼女はあまり表情に出ないものの少し楽しそうに見えた。しかし楽しくおしゃべりを続けているわけにはいかない。一歩踏み込んでみる。彼女のことを犯人だと言っていたけど、彼女を陥れようとかそういうのじゃなそうだね。林野は黙ってしまった。踏み込み方を誤ったか。まあそう疑うのは当然ね。でも私が話したのは真実。犯人は彼女。あなたたちはもうすぐその真実を理解する。特に怒るわけでもなく、そう言い切った。彼女と一緒にいた時間は楽しかったわ。その言葉を最後にまた黙ってしまった。とりあえず僕らも黙ってついていくしかなそうだ。おー、かなり短編って感じだね。これはじゃあ見ちゃおうか。では続きまして、小暮さんのファン魂いきましょう。ワードは特に手に入るとかはなかったね。あのチェーンメールに返信し返答が来た。会う約束を取り付けることに成功して僕は少し興奮していた。ふと気づくと小暮さんも興奮した顔をして拳を握りしめていた。その力の入れようは異様だった。あの小暮さん、先輩、容疑者をおびき出し確保ということでありますな。小暮さんが物騒なこと言ってる。いえ、まずは話を聞くだけですよ。ええ、情報は必要であります。取り調べ室も予約しておくであります。ちょっと待ってください。
冗談ではなく本気だった。とりあえず小暮さんの興奮を抑えるべく話をそらさねば。小暮さんにも聞きたいことがあるんですよ。自分にでありますか。川原美雪の件ですが、美雪ちゃんのことならば何でも聞いてください。頼りになるな。しまった、川原美雪を出せば簡単に話をそらせるだろうと思ったんだけど、何を聞けばいいのか考えてない。そうそう、彼女のライブなのにも行ったことがあるんですか。もちろんであります。先輩も今度一緒に行くでありますか。あ、いや、それは遠慮します。そういうノリについていけなそうですし。すごく盛り上がるでありますよ。しかし、生き生きとしていた小暮さんの顔が急にしょんぼりした。ファンの間でお決まりの振り付けがあるんですが、自分はこの舞台なんで思い切ってはやれないんであります。お決まりの振り付け、テレビなのでミュージシャンのライブ映像を思い出すと、確かに曲に合わせて客席が揃って手を振っているのを見たことがある。あれぐらいならば小暮さんでもやっていいんじゃないかと思う。確かに目立つと思うけど、ファントムみたいな曲ならばいいんですが、みゆきちゃんの曲は激しいものが多いじゃないですか。じゃないですかと言われてもめっちゃ知ってる前提で話してくるな。ファントムって曲名かな。もう小暮さんは知っていて当然という感じで話を進めていく。ライブでいつもの一番盛り上がるところでみゆきちゃんと一緒にジャンプするでありますよ。その最高の瞬間なんですが、小暮さんはその時のことを思い出しているんだろうか、遠い目をしている。以前気分が高まりすぎて着地した時に前列の客席を壊すわ、床がへこむわで、その後も周りの人からジロジロ見られまして、なあ、その時の小暮さんの姿がなんとなく思い浮かぶ。大きな体をなんとか小さくして隠れようとするものの、やっぱり無理だという状況か。それ以降はおとなしくしてたでありますが、先輩に話してなんだかすっきりしてられます。次のライブではみゆきちゃんのためにも頑張るであります。ライブではアーティストとファンの一体感がどうとかテレビで聞いたことはあるけど、小暮さんが一体何を頑張るのかはやっぱり僕にはわからない。そして今回のみゆきちゃんを陥れようとする犯人もとっとと逮捕するであります。そしてそれた話も戻ってきてしまった。やっぱ小暮さんおもろいなということで、これが第0話のスキマ録みたいですね。スキマ録結構面白いね。まあ出たらね、なんかこういう話と話の間のタイミングとかで見ていけたらいいね。さあ、ということで一応 9% なんだ、2つ見ましたよね。よし、ということで、いきますか。では、第1話、こっくりさんいきましょう。常識では測ることのできない何かが人間に取り付く現象を憑依という。憑依現象の多くは精神医学的に解明できると言われているが、その全てを否定するには至っていない。日本でも近くは1970年代にこっくりさんブームが巻き起こり、校内における集団ヒステリーなど新聞罪になる事件まで発生した。こっくりさんね、春季の生徒たちによって手軽に占いを楽しんだりスリルを味わえるこっくりさんは格好のコミュニケーションツールといえる。しかしそこに潜む危険の大なるを彼らは知らなければならない。コミュニケーションツールか。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。
校が舞台ですかね。ねえ、やめようよ。先生に見つかったら定額もんだよ。そうだよ。ナルミリーヌかなのことだってあるし。何言ってるの？あれはナルミがあるんでしょ？そうよ。あなたたちも、長谷部さんと同じ目に会いたくなかったら続けるのよ。同じ目に。何かあった後ですかね？こっくりさん。こっくりさん。おいでくださいませ。こっくりさん。こっくりさん。おいでくださいませ。自殺事件発生。この意外な知らせを受けたのは出勤して間もなくのことだった。何が意外かというと、それは僕の勤め先が警視庁捜査一課だったから。そう、僕は刑事になったんだ。金曜日午前10時36分。今回の事件は個人的に重要な意味を持ってる。なぜなら僕にとって初めての現場だからだ。警視庁捜査一課風見純也警部補。これが僕の肩書きだ。階級こそ警部補だが、捜査一課に配属されてまだ数ヶ月しか経っていない。いわゆるキャリア組というやつだ。刑事になると宣言した時、両親には大反対された。一人息子に危険な仕事をしたくない気持ちはわかるが、何もあそこまで反対しなくてもいいだろうに。しかし、それを押し切るように実家を出て、僕は警察官になった。この仕事を選んだことには、それなりの理由があるんだが、あの両親に話してもわかってもらえないだろう。僕は舞台となる、花峰高校でいいのかな、の校舎を前に無茶振りをした。よし、やるぞ。私立花峰高校は郊外にある進学校だった。自殺したのは3年4組の伊藤香織。伊藤香織さん、早速ワードが2つ出てきましたね。彼女は18年の人生に自ら幕を下ろした。しかしそれなら所轄署の担当だ。警視庁捜査一課の出る幕ではない。僕たちの仕事は殺人事件もしくは殺人と思われる事件の捜査だ。それなのになぜ？それは先週の木曜日にもここ私立花峰高校で女生徒による自殺事件が発生していたからだ。連続自殺。しかも今回はその死にも不審な点があるということで捜査一課のお出ましとなったわけである。現場となった図書室では校長が事情聴取を受けている。貫禄ある初老の紳士は校長のイメージにぴったりだ。だが精神疲労が激しいせいか顔色が悪い。当然といえば当然か。たった数日の間に2名もの自殺者を出したんだ。私立高校の経営者としては、この事実が表沙汰にならないよう、あれこれ手を嘘に必死なんだろう。高級ブランドであろう引くも、気のせいかくたびれて見える。風見突然のデカ文字に風見が来ましたね。女性が突然に響いた。声の主は静かにしましょうと書かれた手作りポスターのすぐ隣に立っていた。捜査一課課長、佐々木則之さん。僕の直属の上司にあたる上司さんね。課長は現場焚き上げのノンキャリア組。キャリア組の僕を目の敵にしてる。捜査一課に配属されて以来、書類のコピーとお茶組だけが僕に与えられた任務だった。まだ見習いの身だからそれは仕方がない。だがようやく念願の現場に参加できたのに嫌な予感がするのはなぜだろう。まさかこんなところまで来てお茶組ってことはさすがにないと思うが。こちらは犬医者の小暮刑事だ。一人目の殺者について情報をもらっておけ。それと今後は小暮刑事と組んで捜査に至れ。いいな。わかりました課長。先週の事件はただの自殺として扱われていたんで、担当は所轄の犬医者だった。捜査一課の介入でこれから所轄署との合同捜査になるだろう。だからお前は所轄署の刑事と仲良く捜査しろと。
課長の言葉を翻訳するとこのようになる。しかしこれは建前の話。課長を筆頭とした警視庁捜査一課の面々にしてみれば、所轄署は邪魔でしかない。いわゆる縄張り争いというやつだ。犬や猫じゃあるまいしと思う。くだらないことではあるが、この業界にも一般企業と同じく権力争いや派閥が存在する。リアルですね。俺たち捜査一課が来たんだから、所轄署はおとなしく引っ込んでいてもらいたい。だから新米のお前が所轄署の刑事のおもりをして邪魔をするなと。課長の言葉をより正確に翻訳するならこうだ。めっちゃ翻訳するやん。ついでにこの真意まで想像すると、お前も邪魔だから一緒にどこか遠くへ行ってくれになる。僕が現場に参加できた理由が今わかった。ただ、なんでか小暮さんとの出会いにもなるのかな。どうなんでしょうね。課長は小暮刑事を紹介するとさっさと現場の見分に戻った。仕方なしに小暮刑事に挨拶する。はじめまして、警視庁捜査一課の笠見警部補です。どうぞよろしく。それを受けて小暮刑事が一歩踏み出し、ピシッと控えのように敬礼する。でかい。いらんでしょ。この一コマいる。背の高い刑事がいるなぁと思ったが、手の届く距離まで近づくと大げさではなく見上げなければならない。僕が172センチだから190センチぐらいあるだろうか。おお、そうか。俺が結構風見さんと近い感じになるのかな、そうなると。確かにでかいな。でかいって合ってるね、それなら。自分は犬医者の小暮総一郎巡査部長であります。オス。お、オス。ゴブ狩りにイカ水面草。鍛え上げられた巨大な体育はいかにも体育会系だ。柔道3段、剣道3段、空手2段、現在独身。すごい怒涛の流れだな。二日もでありますが、よろしくお願いします先輩。何の挨拶をしてるんだこの人は。なあ、頭が痛くなってきた。この頃から小暮さんは小暮さんだったんだな。どうしたらやりますか先輩。あの小暮さん、その先輩っていうのはやめてもらえませんか。あなたの方がずっと年上なわけですし。いえ、自分は巡査部長で先輩は警部であります。階級は絶対でありますから。そう言ってぐぐいと大きな顔を近づけてきた。それに老けて見られますが、これでもまだ27歳であります。え、先輩とそれほど変わらないはずですが。そうですね。驚いた。この道20年と言っても誰も疑わないであろう迫力なのに、ほんの少し年上なだけなんて。でも年齢も経験も小暮さんの方が上ですし。いえ、いけません。階級は絶対であります。オス。やれやれ。それにしてもノンキャリアで20代の巡査部長とはかなり優秀な証拠だ。何か特別な功績でもあげたんだろうか。どうかしましたか先輩。小暮さんが心配そうに僕を見ている。いえ、何でもありません。僕は思考を元に戻して考えた。小暮さんから効率よく事情を聞くには、2件の殺すのうちどちらの事件から聞くべきだろう。それは、お、来ましたね選択肢。カリッジ多いね。01の時さ、3つぐらいじゃなかった。5つあるね。5カリッジあるね。さあ、ということで、当然最初の事件だ。もちろん最新の事件だ。最初の事件いくか。小暮さん、最初に起こった事件について教えてください。オス。それでは簡潔に説明させていただきます。お願いします。いきなりすごいね。小暮さんによると、一人の運殺者は長谷部成美。成美さんであってたね。3年3組の生徒で、先週木曜日の放課後、校舎屋上から飛び降りたという。自分も現場に行きましたが、あの時はただの自殺と思いました。あの時は。すると、その後小暮さんの意見は変わったわけですね。尋ねると、小暮さんの顔はみるみるうちに青くなっていった。オス。2日後に解剖を行ったんですが、その結果、彼女の遺体に残っていた血液が異常に少ないことが分かったんであります。先週の木曜日といえば大雨の日だ。
血液が雨に流された。それが検視を担当した鴨尾根大学でいうのが附属病院の増浦教授の判断だった。小暮さんは上司にさらなる調査を訴えたが却下されたという。大雨が降ったからといって体内の血液が流れ出すなんてことはあるんでしょうか。オス、自分もそう思いました。しかしプロの判断に間違いはないと上司に言われまして、それで結論はさすに落ち着いたと。階級至上主義の小暮さんを責めるのは酷というものか。地震の監査水に再度解剖を依頼しようかと考えたが時すでに遅し、小暮さんの話ではすでに遺体は家族のもとへ送り返され火葬されるという。小暮さん、二人の差し者についても教えてもらえませんか。オス、喜んで喜んで、あまり喜ばれても困るんだがそうだよな。小暮さんの説明では二人目運勢者は3年4組の伊藤香織。現段階では腹部の裂傷が直接の死因だったと見られている。そして彼女の血まみれになった手にはしっかりと包丁が握りしめられていたという。以上が小暮さんから聞いた連続殺事件の概要だった。一通りの話を聞き終えた僕は佐々木課長に報告することにした。佐々木さん、こっくりさんやってるとこすいません。そうか、じゃあ帰ったら報告書にしてまとめてくれ。報告書ですか。そうだ、報告書だ。どうやら僕の報告は耳から耳へ抜ける仕組みになってるらしい。書類にしたところで目から脳に記憶されるか怪しいもんだ。すでに二人目の殺者伊藤香織の遺体は現場から運び出され解剖の手続きへと回されていた。現在の状況を課長に尋ねてみたが、ああとかまあなとかろくな答えが返ってこなかった。やはり僕たちは邪魔者のようだ。あの課長、遺体に残っていた血液が異常に少なかったという点が気になるんですが。そうか、よくあることだ。よくあってたまるかこの野郎本当だよな。ダメだ、課長は当てにならない。伊藤香織の解剖の結果をどうしても知りたいが、このありさまではどうなることが。邪魔者扱いされてるとはいえ初めて変わる事件だ。何としても解決したい。そして何より2名もの女生徒が殺した原因を知りたい。なぜ彼女たちは尊い命を自ら絶たなければならなかったのか。絶対にこのまま引き下がるわけにはいかない。課長、校舎の中を調査したいんですがよろしいでしょうか。しばらくの沈黙。うさんくそうに僕を見る線が痛い。勝手にしろ。ありがとうございます。僕は頭を下げ課長の気が変わらないうちにその場を去った。小暮さんは僕が報告を終えるのを本棚にもたれかかって待っていた。気分でも悪いんだろうか、険しく眉を寄せ目を閉じている。小暮さん、軽く肩を叩いただけなんだが不意打ちを食らった小暮さんは青々とバランスを崩した。大丈夫か。あ、あれは支える間もなく巨体が床に衝突して振動した。捜査一課の先輩方が僕たちに冷ややかな視線を浴びせる。あいたた、すいません小暮さん。オス、大丈夫であります。自分はこの頑丈な体だけが取り柄ですから。巨体の主は笑顔で許してくれ巨体の主って、その表情にもう険しさはなくなっていた。よいしょ、小暮さんの腕を引っ張り起こそうとした時、先輩待ってください。小暮さんが仰向けのままイモムシのようにズルズルと本棚に体を寄せていく。先輩、これを。奇妙なイモムシとかした小暮さんが本棚の下から2番目の列に手を伸ばしたこの頃から始まってんだな、なんか小暮さんいじりみたいなそれは棚の裏に貼り付けてあったらしい。見たこともない図柄が書かれてる奇妙な紙切れだ。お札？犬と狐。しかしこんなお札見たことがありません。単なる落書きでは。体についた埃を払いながら人間に戻った小暮さんが感想を述べる。人間に戻ったでどんどん言うな。でもこんな落書きわざわざ本棚の裏側に貼り付けるでしょうか。何か意味があるのかもしれません。意味でありますか。うーむと小暮さんが腕組みをしてうなり始めた。意味があるかもとは言ってみたものの僕にも確証はない。そもそも小暮さんが倒れなかったら見つからなかったものだ。
しかしその偶然から得た紙切れには単なる落書きでは済ますことのできない何かを感じた。さてこの紙切れはどうしたものか、証拠でもあるなら課長に見せるべきだが。お、来ましたね、セルクエッション。紙切れの処置、まあ多分見せるかどうかみたいな、そういう流れですかね。この紙切れは事件に関係があるんだろうか。あるかもしれない、ないかもしれない。あるかもしれない。関係があるとしてどう関係してるのか、犯人が残した証拠、今はまだわからない。犯人が残した証拠、証拠だとしたら課長に見せるべきだが、当然見せるべきだ。見せても無駄だろう。こういなくなるばっか。まあ見せるべきでいくか。当然見せるべきだね。ここは当然課長に見せるべきだろうな。なんといっても僕は警察官であり、規律を遵守する義務を負ってる。法律を回せる立場の人間が主権によって規則を破るなどあってはならないことだ。課長、部下は見つけた紙切れを手に課長のもとへ走った。なんだ、騒々しい。図書室では静かにするものだと学校でならなかったのか、お前は。僕に怒るときは例外なんだろうか。そんなルールは聞いたことがなかったが、今発見した紙切れを見せるのが先決だ。課長、こんなものを発見したんですが。なんだこれは。課長の眉間のシワが険しくなっていく。もしかしたら証拠かもしれないと思いまして。我ながら自信なさげな声だ。どういう証拠なんだ？言ってみろ。ほとんど恫喝に近い怒声が浴びせられた。この紙切れが証拠だという証拠は、どこにもない。今更ながら課長に見せたことを後悔する自分がいた。このまま引き下がった方が認めか？誤って引き下がる、犯人が残した証拠だと断言する。まあカリッジ使うここは断言しようか。これは犯人が残した証拠です。言い切ってしまった。どこからともなくあーあーという声が生まれた続いて心の中でバカなやつとつぶやいてるに違いない。だがその意見には僕も賛成だ。自分でもバカだと思う。なるほど、犯人が残した証拠か。するとお前は当然ながら犯人の目星をつけているんだろうな。この紙切れのどこが証拠なんだ。キツネに犬、ただの落書きだ、こんなもの。それとも何か、お前はキツネなの犬なのが犯人だとでも。劣化のごとく怒りたけっていた課長が突然進化の兆しを見せた。犬、犬だと。課長、どうかしましたか。ヤブヘビにならぬよう注意深く様子を伺う。いや、なんでもない。もういい。お前は校舎内の調査でも続けてろ。人に迷惑をかけんよな。毒舌には変わりなかったが、それ以上怒られるわけでもなく、僕は、うざい方面となった。釈然としないものを残しつつ、僕は紙切れを胸ポケットにしまい込んだ。せっかく逃れた炎の中にわざわざ再び飛び込む必要はないだろう。校舎には人気がなかった。事件の漏洩を恐れた学校側が臨時休校を決定したからだ。生徒たちは学校側の観光令に従いおとなしく帰宅したらしい。しかしその効果も長くは続かないだろう。彼らが事件に怯えているうちは大丈夫かもしれないが、この手の噂はいずれおひれつきで広まっていくものと相場は決まってるんだから。誰もいませんね先輩。黙々と歩き続けるのに気まずい雰囲気を感じたのか、小暮さんが口を開いた。図書室を出た僕たちは校舎の中を調査することにした。本当は生徒たちに話を聞きたいが、こう誰もいないのではどうしようもない。まあいたところで話しかけるのは難しいんだが、なぜかというとそれはここが学校だからな。民間施設、中でも学校は非常にデリケートな場所と言える。テレビドラマのように警察手帳をちらつかせれば好き放題捜査できるというものではない。警察官は捜査令状なしに動けないのが現実だ。それに私立花峰高校の生徒は
二十歳に満たない未成年であり、彼らが今回の事件にいかなる関わりがあろうと法律によって保護される立場にある。いわゆる少年法というやつだ。例えば警察官が生徒に質問したとする。別にその生徒に容疑をかけてるわけではなく、ただ質問しただけだったとしても周囲は果たしてどう思うだろうか。あいつは警察に質問されていた。何か悪いことをしたに違いない。そんな噂が流れたらその生徒の将来はどうなることか。犯罪の低年齢化が著しい昨今、少年法に対する考え方は変わりつつあるが、実際に罪を犯した者はともかく、そうでない子供たちは保護しなければならない。だから僕たち警察官は決して安易に少年たちの未来を奪うような行動を取るべきではないんだ。それにしてもまだ昼前とはいえ誰もいない校舎は不気味だ。不気味だね。学校というのは稲尾なしに不気味なものと連想する。学校の階段で一躍スターダムにのし上がったトイレの花子さん。音楽室から一人でに流れるショパンの雨だれ。夜な夜な徘徊する理科室の人体模型。トラックを駆け回る二宮金次郎像。盛りだくさんだね。どこの学校にも七不思議や階段の類が存在するもんだ。あの先輩、もう戻りませんか？小暮さんは青い顔でそわそわと周囲を見回してる。なるほど、さっきから落ち着かなかったのはそういうわけだったのか。怖いんですか？いたずら心をくすぐられつい聞いてしまった。とんでもありません。自分はちっとも怖くなど。わかりやすい反応だ。これでは自分は怖がりだと宣言してるようなもんだ。ただ何です？同僚から聞いたんですが、この学校出るらしいんです。背後から突然もんどかした。不意をつかれたため声も出なかった。鼓動が心臓から全身へと伝染していく。小暮さんに至っては金魚のように口をパクパクさせて白目を向いてる。大丈夫かな小暮さん。犯人はすぐに見つかった。おや、そこには廊下に散らばった本を拾う少女がいた。まだ校舎に残ってる生徒がいたとは。事件のことは知ってるはずなのに、よく一人でうろうろできるもんだ。相手が人間だと分かって安心したのか、小暮さんは一緒に本を拾い始めた。優しい人だ。僕も彼に習って足元の本を拾った。恐怖と心理学。500ページはあろうかという心理学の専門書だった。ありがとうございます。えらくマニアックな本だと関心を教えたら、少女が声をかけてきた。見渡すと廊下に散らばった本は全て少女の両手の上に収まってる。どうやらこの本が最後で、早く返せと催促してるらしい。珍しい本読むんだね。ねえ、まあ、あの、あんたたちは？彼女は僕たちを不審に思ってる様子だ。校内に見知らぬ男、かっこうち一名はいかつい大男が。ちゃんと書くんだな。入り込んでるんだから無理もない。しかもあんな事件があった後ならなおのことだろう。安心してください。検察もんです。僕と小暮さんは検察手帳を開いてみてさ。刑事さん？少女の表情が驚きに変化した。生の刑事を見るのは初めてなのかもしれない。偶然の事故であるが、生徒の方から話しかけてきたといえばそう言えなくもない。少々強引な理論に違いないが、今なら他の生徒もいないし話を聞かせてもらえないだろうか。堀川真理です。真理さん。え？私の名前。事件のことを聞きたいんでしょ？見透かされた。堀川真理。黒いストレートのロングヘアと節なしの眼鏡が優等生の雰囲気を醸し出してる。うっすらと微笑みをたたえた口元とは対照的に、淡い憂いを帯びた瞳がこちらを見つめていた。私に聞いても無駄ですよ。今年の春に転校してきたばかりですから、この学校のことよく知らないんです。じゃあ伊藤香織さんのことも。ああ、彼女ならクラスメイトです。驚いた。願ってもないチャンスが飛び込んできた。クラスメイトか。伊藤さんのことなんですけど、死んだんですってね。遮るように、しかし淡々とした口調で彼女は言った。で、それが何か。
僕と小暮さんは絶句して顔を見合わせた。クラスメイトが死んだというのに彼女の感想は一言だけだった。それが何か？全てを切り捨てるようなセリフだ。付き合いは短くても救いを並べて共に過ごしたクラスメイトが死んだんだ。どうすればこんなに無関心でいられるんだろうか。それでは失礼します。一方的に会話を終了させ、堀川マリア僕たちの前から去っていった。なあ、今時の子供っていうのはみんなああなんですかね。小暮さんが呆れたような座付けのような顔でため息をついた。堀川マリカ。僕はその名をしっかりと記憶に刻み込んだ。堀川マリに振られた後、僕たちは校舎の外を操作することにした。これ以上校舎内を調べても無駄という小暮さんの意見を採用してのことだった。そこには明らかに別の理由が存在してたが、初日から仲違いすることもないと思い、この怖がりのパートナーの提案を受け入れた。小暮さんファーストで行きましょう。僕たちは校舎を周回するように表のグラウンド側から校舎裏へと抜けた。校舎の裏は昼間とは思えないほど陰っていた。天気が悪くなったからではない。校舎裏全体を包むように鬱蒼と木々が茂ってるからだ。この林、いや森と言ってもいいだろう。これは学校の敷地なんだろうか。僕が景色に見とれていると小暮さんが身をかがめて身内してきた。先輩、あれを。彼の見せすあれの方角を見るとそこには人影があった。ショートヘアなので私服なら困難だったが、セーラー服のおかげで女生徒だと判別できた。遠くてよく見えないが、しゃがみ込んで手を細かく動かしている。あ、なんだなんだ。女生徒の手元からぽっと小さな炎が灯った。おや、ここで選択肢が声をかけて止めた。こっそりと背後に忍び寄った。もう少し様子を見ることにした。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。